チーム詐欺師ポケモン賭け麻雀をしていたらしい。反社との交際も暴露されたが、もともと反社のようなものなので特にダメージはない。ダメージないんかい。まあ今さらこの人の悪事が出てきても、あーそうとしか思わないよね。ヒカルエンジェルポケモン、ガーシーに火をつけた張本人、過去の動画のやらせを暴露された。本人もやらせを認めたけど、みんな初めからやらせだと知っていた。こっちもノーダメージかい。むしろいい話題作りくらいに思ってそう。白田優、役者ポケモン、派手な女遊びや詐欺や違法賭博をしていた。暴露効果は抜群でCM がいくつか飛んでしまった。こっちは大ダメージ。この人真面目に俳優だけやってればよかったのに。綾野剛、性欲ポケモン、こじるりをお持ち帰りしようとして失敗してしまったらしい。晒された LINE ではなぜか口調がおねえ言葉。もはや生き恥。でその例の LINE なんですが、そうね、やらしいことしたいの私、可愛いことやらしいことしたいのあたい。これは生き恥。新田真剣佑、七光ポケモン、アイドルに手を出しまくったり、ワンオクタカとの確執、ステマや脱税疑惑まで、もはやお祭り状態。どんだけ出てくんねん。ガーシーチャンネル100万人記念に落とされた爆弾が真剣佑でしたね。もう綾野剛の暴露が霞むほどの勢いがありました。第2弾作りたいんで、ガーシーさんネタ提供待ってます。